どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は新しいパーティー作りました。行きましょう。これルビニャンルビニャンルビニャンサファイニャンサファイニャンサファイニャンですね。攻撃といえばルビーニャンというイメージがありますけども、さあどうでしょう。力は一番高い、力一番高いんだけども、素早さはねそこまでないんだよね。まあまあまあ、どんな感じなのかクロウニと戦ってみます。よーし、きたー。行きましょうか。あ、ちなみに装備は吸血の牙やってます。さあどうでしょう。素早さは200前後。まあ、そこそこいける感じか。そこそこは戦っていける感じだね。あ、やば。ここはもう仕方ない。これはね、もう仕方ないところがあるんだよね。あんまり、安定はしないね。若干クロウニの攻撃が多いわ。で、確実にね、ルビーニャンが物理攻撃をしてくれれば、まあ、若干なりとも回復するんだけども、なんかね、うわっ、あれだよ、草薙使ってるのと同じ感じがする。草薙の時と、だそれぐらいのね安定感だ。めちゃくちゃ安定するわけではないけど、まあまあ運が良ければ回復していくよねぐらいの感じ。確実には回復しないなこれ。うわー、危ない、死ぬとこだったよ。おいおいおい、でも2回攻撃されるところでちょっとダメなんだな。やっぱり素早さが200っていうのは低すぎるんだな。数珠つなぎでおそらく260とかそれぐらいまではね上がってる気はすんのよ。でもそれでも足りない。そうね、おそらくね素早さ280ぐらいないと、なんか敵の攻撃がね多い感じなんだよね。あー、これ回復しない。なのでそれぐらいまでなんとか、やられる。これはもう仕方ないね。はい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 。でもまあ苦い漢方で回復して、で通常攻撃入れてもらえれば、あの耐えるぐらいには回復できるんで。あぶねえ、なんかギリギリの戦いだな。よし、あっちは無理だ、回復しない。はい、やっぱり一番重要なのはやられた素早さだな。やっぱりもう、なんと言おうと素早さがやっぱり一番重要。そうしないと押し込まれるもん。あぶね、やばい。いやー、ルビーニャンはね安定しない。むしろダイヤニャンの方が安定する。ダイヤニャンは素早さがね220ぐらいあるのよ。なのでそのでも200と220の20の差がだいぶ違う。あっぶね、20の差でクロウニのね攻撃回数が全然違うんで、重要なんだな。ルビーニャンなんかめちゃくちゃいいかなと思ったのよ。攻撃力高いんで HP を結構吸収していい感じかなと思いきや、そうでもない。
あぶねえ、攻撃して、一つには原因としてはあれか、取り付きをあんまりしないのが良くないのかな。ちょっと性格を変えて取り付きをしやすいようにすればいいのかな。一体だけね、協力的にして。はい、まあ、とりあえず今日はね、ルビーニャン3体でクローに行ってみましたけども、素早さが足りない。素早さが、ルビーニャンもともと素早さあんまりないんで、でもないって言っても200って結構高いんだけどね。でも200じゃどうも敵の攻撃回数が多くて安定しません。草薙を使ってるみたいな感じだった。はい、まあとりあえずまたねやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。